いらっしゃい、キムチョジです。キムチョジのクルメの歴史旅、ビンバ編。今日はビンバの由来と生い立ちをたどる旅をしたいと思います。ビンバは日本でも身近な料理の一つですが、韓国でも普通に毎日食べれる、お家でも食べるし、また出かけ先でも食べる、そういう料理の一つになります。しかし、このビンバの歴史をたどると、今のようなそういう庶民だけの料理ではなかったこともわかります。それから、このビンバはいつどうやって生まれて今のような身近な料理になったか、それを探る旅をしたいと思います。まず、ビンバとは何か。ビビンバのビビンっていうのは混ぜるという意味で、パプというのはご飯の意味になります。直訳しますと混ぜご飯になりますが、ご飯にお肉とナムルなどを入れてソース、つまり一般的にはコチュジャンですね。コチュジャンを入れて混ぜて食べるのがビンバになります。で、このビンバは宮廷ではビビンという名前で呼ばれていたと伝わっています。それから、このビンバが最初文章に登場するのは1800年代末期のシュイジョンソという本になりますが、シュイジョンソにはゴルトンバンとブービンバと書いてあります。この時の漢字を見ると、ゴルトンというのはいろんなものを一緒に混ぜるという意味で、これがビンバの原型であろうというふうに考えられています。それから、1849年に書かれた「敦国摂氏記」という本にもゴルトンバンが出てきますが、敦国摂氏記には中国の伝統的な料理でビンバに似ているコルトンバンがあると書いてありますが、この時、この本でいう中国のコルトンバンというのは今の韓国のビンバとは違うもので、最初パンを炊く時にお肉と海鮮物を入れて一緒に炊くもので、今で言うと釜飯のようなものなんですね。でそれは、ビンバとは違うものなんですが、その言葉だけ取って、韓国ではそれをビビンバと、最初はコルトンバンと呼んで、それがビンバという名前に変わったんじゃないかなと、そういう見解が強いです。それでは、ビンバはどうやって生まれたのでしょうか。ビンバの由来の説はいくつかありますが、まずは宮廷料理説。宮廷料理の一つでビンバがあって、実際に王様が昼間に軽めに食べたご飯という文献が残っています。それから、大晦日説。大晦日説は、朝鮮半島では新年に古い食べ物を持ち越しちゃいけないという風習がありまして、大晦日には残ったご飯におかずを全部入れて混ぜて食べたのがビンバの始まりではないかという説があります。それから、法事説があります。韓国では法事をすると、その残ったものをみんなで分け合って食べる風習があります。それで、その残ったご飯を大きいボウルなどに入れて混ぜてみんなで食べたのが始まりではないかというそういう説があります。実際に、僕も子供の時も今もそうですが、法事の後はこうやってみんなで大きなボウルでナムルなどお肉なども入れて混ぜてみんなで分けて今も食べています。それから、法事だけではなく、お正月やお盆などでも次の日に朝、大体こういうビンバを今も食べています。それで、これがビンバの始まりというのは、僕はこれが一番強い由来ではないかと個人的には思っていますが、
土地も絶対これが正しいというのは言えないですね。それから、まあ、農繁期説がありますが、これは昔田舎ではその田舎で家でご飯を炊いて田舎まで運んでったんですが、それ熱いご飯といろんなおかずを全部運ぶのはなかなか大変ですね。そこで家でご飯におかずを入れて混ぜて持ってったのが便番の始まりではないかという、こういう説もあります。では便番の材料はどんなものが使われているのでしょうか。まずお肉、お肉はユッケ便場で知られている牛肉を使うのが一番多いです。それから豚肉を使うところもありますし、鶏肉を主に使う、そういう便場もあります。それからお肉ではないですが卵を使いますね。卵はユッケ便場と石焼き便場の場合は生のまま黄身を使いますが、他の普通のビンバーの場合は目玉焼きを使うのが一般的です。それから山菜はキキョウ、ゼンマイ、これが一番一般的ですが、韓国では山菜ビンバーっていうのがありまして、それはたくさん種類の山菜が入っていまして、山菜の独特の香りと苦味などを楽しめることができます。それからその野菜はほうれん草とエホバク。エホバクっていうのは左上の写真になりますが、韓国のズッキーニになります。それから、豆もやし。豆もやしの場合は、その茹でた汁は、それでスープを作ります。それからもやし。もやしは、日本のもやしと韓国のもやしは違って、韓国のもやしは細いですね。細くて、そのもやし、自体に名前がナムルがついていまして、スッチュナムルっていうのが韓国のもやしになります。それから根菜は人参と大根、それから発酵食品のキムチ。キムチはいろんな種類を使いますが、白菜キムチを使うのもありますし、ヨルムキムチ、あの大根を押さないものですね、ヨルムキムチなども使います。それ以外にもキムチはもう本当にお家で作るときは家にあるキムチを入れるのが多いです。それから海藻は海苔と昆布。海苔の場合は刻み海苔を入れますが、昆布の場合は昆布を揚げてから、それから砕いて砂糖などで味付けをして、それで入れます。それからナッツ類は松の実と金南、ごまなどを入れます。それから醤油と味噌、コチュジャンなどを入れます。この材料を見ると、山から平地、海までたくさんの種類を使うのが、いろんなところで採れたものを入れるのがわかります。では、便場の長所は何でしょうか。先ほど説明したように、便場に使う材料は山のものもあれば海のもの、それから平地のものがあります。それから動物性食品と植物性食品。これらを一つの皿で一度に一気に取れる便利性があります。それから便場は主に野菜です。野菜のその植物繊維がいっぱい取れるということです。野菜は生より火を通すとその量が縮んでたくさん取れることができますね。それで植物繊維がいっぱい取れて肥満予防にもなります。それから植物繊維がいっぱい取れるっていうことは、やっぱり便秘など消化器疾患の予防につながります。それから、醤油、コチュジャンですね、コチュジャン、味噌などを
発酵食品を取れることでタンパク質がいっぱい取れます。それから野菜を、生の野菜をそのまま食べると、生の野菜には硝酸塩っていうのがありますが、その茹でることでその硝酸塩をなくすことができて胃がん予防になります。この硝酸塩を取りすぎると胃がんになりやすいので、茹でることで、ビンバは茹でることでその硝酸塩が落ちて胃がん予防にもなります。それから僕が思うビンバの一番の長所は、この栄養面だけじゃなく、この食べる楽しさにあると思います。ビンバは他の観光料理にない特徴といえば、僕はカレー菜にあると思います。観光料理は見た目より味を重視する特徴があります。ですがこのビンバは彩りもよく、それからカレーですね、いろんな色のものを使うので彩りもよく、それから自分が味付けをして混ぜて食べるという、こういう楽しさがビンバの一番のいいところではないかと僕は思います。それではビンバのソースはコチュジャン一つだけでしょうか。韓国では一般的にはコチュジャンとヤンニョムジャンとガンデンジャン、この3つがビンバに使うソースになります。まずヤコチュジャンというのは、コチュジャンに味付けをして炒めたコチュジャンをヤコチュジャンと言います。お家で作るときは大体このコチュジャンをそのまま使いますが、店ではお肉を炒めて、それから味付けごまやごま油などを入れて炒めたコチュジャンを使うのが一般的になります。それからヤンニョムジャンというのは醤油ベースのソースになりますが、これは特にあの콩나물ビビンバ、マヨマヨシのビビンバにはこの醤油ベースのヤンニョムジャンを使うのが一般的になります。それからカンデンジャンというのは味噌ベースのソースになります。これも店によって違いますが、一般的には味噌に味付けをして、これもお肉を炒めて入れるところもあります、入れないところもあります。ですがこの味噌に味付けをして炒めてビンバに使うのはカンデンジャンになります。今ビンバは日本だけではなく世界で韓国を代表する料理として知られていますが、どうやってビンバが今のように知られるようになったか、その話をしたいと思います。まずビンバが知られるきっかけとなったのは、韓国の西部州土で韓国料理の世界化戦略の一つにビンバが選ばれたからです。特にチョンジュビンバがその代表と言えますが、チョンジュビンバはそれで一気に韓国だけではなく日本を含めてビンバといえばチョンジュという公式が成立するように知られるようになりました。それから韓国の大韓空港の機内食でビンバが提供されるようになってから、より世界の人に知られるようになりました。しかしそれは最初はファーストクラスのみで、エコノミークラスでビンバが食べるようになったのは1997年7月からで、そこから一気に世界に広まるきっかけになったと思います。それで大韓空港のビンバ、機内食のビンバは1998年の国際トラベルケータリング協会のマッキュリ賞の最高賞を受賞することで、より世界に知られるようになりました。このマッキュリ賞というのは、
映画賞のオスカーのようにとても権威がある賞で、これで最高賞を受賞したのは韓国だけではなく、このビンバにとってはとっても大きなことでした。それから1998年シンラホテルでマイケル・ジャクソンが滞在して、その時食べたビンバがとてもマイケル・ジャクソンが好きになって、それから自分の専用の料理人をこのシンラホテルに送って、この作り方を並ばせて自分が食べたい時は食べるようになったと、とても好きというマイケル・ジャクソンの一言でより世界に知られるようになりました。それからハリウッドの女優などもこのビンバのことを取り上げて、ダイエットとして、ダイエット食としていいと、自分のブログなどで紹介することでより世界に知られるようになりました。で、今日はこのビンバの誕生から生い立ちを探る旅をしましたが、次回は韓国のビンバの地図を、ビンバの地図をたどる旅をしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。